こんにちは、ブルホスです。本日もね、バイオヘジリ。バイバイ。あふれるバイバイ。なおバイバイ。やっていくと思います。前回ね、もう、一周目やったときに、そう、わう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 と苦労した小屋を、わずかね、3分でクリアすることができました。本当に皆さんの、ございます。日々いただいて色をかけてですね、皆さんから力が溢れてですね、で、まあ爆発物ですね、危険物を持ち込んだおかげでなんとかクリアすることができました。誠に誠に誠にありがとうございます。する。え、あ、なんかこの言い方したらあんまり好きじゃないってか、なんか梅田ジャパンさんにいじり倒されて、なんか結局鍵付きのツイッターアカウントにした変なやつがいるんですけど、そいつみたいになっちゃったね。でこういうことやってね、なんかどこで鍵付けてくるかはよくわかんないんだけど、なんかね、すごい絡んでくるんですよね。まあ誰とはもう言わないけど、誰とは言わないんだけど、そいつ変なやつでさ、本当に多分まあちょっとまあ頭がと思うんだけど、ちょっとどころじゃないかもしれないね。もう本当に頭がっていう人だと思うんだけど、なんかね、一生懸命筋トレを頑張ってる人に、なんかね、なんか証拠を見せろとかさ、こんなだけど、本当にそれ合ってるんですかみたいなことを言ったりとかするね、ちょっとね、頭のイカレポンチのやつがいるんですよね、そういうの。まあ、ちょっと、一周目では、右行って、エルヒガンってボーンだったんで、二周目はちょっと左でね、こっちやっていきたいと思います。はい。何かっていうと、なんか、例えばさ、100キロのバーベルで、また、ベンチプレスやろうとかさ、スクワットやろうとかってすると、おー、ちょっと待って。めっちゃ近寄ってきた。早っ。で、やろうとするとさ、普通にバーってすごいしっかりしてるから、そのままのはずなんですよ。なのに、100キロでやるって僕やったことありますけど、普通にやったらしなりますよ、とか、しなるかっちゅうね、100キロ程度だったと思うんですよね。まあ今、100キロをね、バーベル100キロ上げるために今ちょっと持つか。トレーニング中ではあるんですけど、そろそろ中間で何キロ上がるのかみたいな、見ようかな。いつもそのなんか胸を大きくするのには、そのダンベルプレスとかダンベルフライの方が効果が高いっていうことを、なんかいろんなね、筋トレ YouTuber の方がやってるんで、ちょっと今ね、僕も昔はそのベンプレばっかりやってたんですけど、ベンプレ一旦お休みして、胸を大きくする方のねトレーニングを、まあ、中心にやってるんで、実際今何キロ上がるか正直分かってないんですよね。あとやっぱり胸の形をきれいに整えたいっていうところがあるので、全体をねまんべんなく、その内側とかね、だから究極その目標は胸をキュッて締めた時に、おっぱいでペンを挟めるようになることっていうのが、まあね、谷間を作る部分でね、で谷間があったらさ、まあ、腕もある程度太かったらなんだけど、やっぱりタンクトップとかね、普通のシャツ着た時とかにこいつと絡んだらやべえって思ってもらえるんですよ。だから僕なんだろうな、見た目でまあ、中身はね、優しくいたいけど、見た目はいかつい人になりたいっていう願望があるんですよね。そしたら変に絡まれずに済むじゃん。別に絡まれるようなことも今後先ないとは思うんだけどさ、多少その身長が低かったとしても、僕172、3しかないから、72、3しかないからあれなんだけど、だとしても、やっぱり外国とかね、仮に行ったとて、ね、さあ、修羅場ですよ。チェーンソー姉妹。イエーイって出てくるからな。結構目玉怖いな。あ、やばいやばいやばい、アシュリーがさらわれてる。アシュリーがさらわれてるんだけど、さらわれている。あ、ちょっと待って、めっちゃ落ちてくんじゃん。これアシュリーがさらわれ、あれ、ちょっと待って、アシュリーどこ行った？アシュリー？あ、なんかこれ、あ、まあまあ、でも、多分俺らが入ってきたところからやる感じになるんだとしたら、そんなにアシュリー、ね、すぐに、さらわ、あ？おっぱい。早えよ。ちょっと待って。どっからさらってったの？だって、はしごも倒してたから、はしご使えるわけないし、あそこから飛び降りるほどの多分力。うわぁ、やっちまったなぁ。ということで、アシュリーないないしときます。リベンジマッチやります。まだまだ修行が足りないな。やっちまったな。コーヒー入れて気合い入れます。気合い入れた。さあやっていこう。
なんとかね、もうこの2の3チャプター終わらせてね、お城まで行くところちょっとやりたいと思いますので、ぜひお付き合いいただけたらと思います。ほい、どうしたらいいかな、どうしたらいいかな、来てるね、はい、立てさせません。どう実際皆さん、なんかさ、こう今はその僕筋トレにハマってるんで、その長期的にその自分の体をできるだけ長くして、できるだけ長くして身長伸ばすって意味にしちゃって、できるだけ長く健康でいられるようにするために筋トレっていうのをまあ趣味としてやってるわけなんですけど、やっぱりその自分一人でできる趣味っていうのと、まあ、嫁さんっていうか、そのなんか2人以上でできる、なんか複数に巻き込んで一緒にやるっていう趣味っていうのもなんかあった方がいいのかなって思ったりするんですけど、まあ、それで言ったらなんかこう皆さんどんな趣味持ったりしてます？今まあ僕これゲームとかやってますけどとかね、ぜひね、なんかこんなことを僕ハマってやってますよみたいなことがあったらぜひ教えてほしい。あ、ただ絵を描くこと、これは絶対やらないんで、はい、事前にお伝えしておきます。美術系に関しては絶対、図画工作とか美術系は絶対やんない。理由としてはセンスのかけらもないし、やってて楽しくないから、シンプルで個人的にね、絵を描くのが好きだとかで得意だっていう人もいるのは分かってる、いるのは分かってるけど、僕は好きじゃない、嫌いな、それ以外でなんかね趣味楽しめるなっていうのがあったらぜひ教えていただけたら嬉しいなと思います。まあもう最近はやらなくなったけどね、囲碁とかね昔やったりとかしてたんでね。いやあれですよ、なんだっけ、なんだっけ、んなんだったっけ、あ、光の碁だ、思い出した。光の碁を、やったりとかね、ゲームボーイアドバンスで光の碁とかあったりしたんですよ。で、それですごいハマって、なんかゲームボーイアドバンスの光の碁で、なんかプロ試験合格していけるみたいな、そんな感じ。で、やっていきたいと思うんで、さてさて、あれ、あ、なるほど、そういうことか。お前さ、はしごって知ってる？はしごの使い方って知ってる？ねえ、よいしょ。あー、そっか、最後の関門もあるから、意外とここって敵いないよね。なんかすげえいそうな雰囲気があるんだけど、ここ意外と敵がいないっていうところなんだよね。Wait. よいしょ。じゃあまあちょっとここにアシュリーちゃん待たせておきまして。あ、ちょっと、あ、通り抜けられそうで通り抜けられなかったね。あ、そうだ。あとなんか別に資格を取ろうとかって思うわけじゃないけど、その今結構その何だろう、筋トレでその健康に関する仕事。筋トレに関する知識とか取り入れることで、まあ、健康でね、まあ、食事法とか、あっ、事故事故になってしまった、やっちまった。はあ、またか。下げっぽよ、仕方ないよね、そういうこともある。まあまあそんなことはいいとしてですね、まあまあなんだろう、もうちょっと下行くのめんどくさいから、もうさっさと行っちゃいますね、やっちゃいますね、はい、行ってみよう、やってみよう、ようかどうやな。あ、そうそう、だからその健康に関するその体の動かし方、その筋トレに関するとか、それからまあ食事サプリとかっていう知識とかっていうのを身につけた他に、やっぱなんだろうな、お金とか生活とか人生に関わるなんか勉強とかはしたいなと思ってて、なんかそれもね、こんなあったらおすすめですよとか、こういうの楽しいですよっていうのがあったらぜひ教えてほしい。簿記3級だけはね、一応なんかね取ったんすよ。で、簿記2級も勉強しようかなと思うけど、今その2級を取ったところで使い道っていうところが今パッと浮かばないから、これは今取っても仕方がないかなって思うんですよね。で、まあ
独学でその心理学とかね、そういうのをやったりとかしてましたけど、もう今も心理学そんな使う場面ないし、で YouTube でね、昔は発信とかしてましたけど、昔っていうほど昔じゃないけどね、去年くらいまでバカ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 発信したけど、まあ、今もね、やろうと思えばそれなりの知識はあるんで、また、なんだろう、なんだっけ、樹形図じゃなくて、マインドマップ形式とか、あるいはもう一回顔出しして、画面に向かって一人でベラベラ喋るとかっていうのはできるのかもしれないけどね。もう今なんかさ、アニメーションとかですごい分かりやすくさ、図にしながらさ、解説してくれてる動画とかあるじゃん。まあ、あれってすごい分かりやすいし、やっぱりイメージが湧きやすいんですよね。だから一人でベラ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 喋ってるって、はっきり言って、あの人たちが喋るよりも、僕うまく喋る自信っていうのはあるんですけど、あっても、でもそれがね、伝わるか伝わらないかっていうことで考えると、多分ね、伝わりやすさで言ったら、はるかにね、そちらの人たちの方がね、伝わると思うんですよ。なぜかっていうと、人間って視覚、目で入る情報が7割だから、耳で聞いたところで1、2割程度の理解力にしかならないわけですよ。で、だったら6、7割の情報を視覚的に手に入れられるっていうんだったら、そっちの方を見た方が頭にも残りやすいし、映像として残りやすいよねっていう、映像として、まあ、理解しやすいし、頭に残りやすいよねっていう話なんで、だったら皆さんもそっち見た方がいいですよ。まあ、同じネタだったとしたらっていう話だよね。僕しか喋らない、僕が勝手に調べて YouTube まだ上がってないような初めてのネタを提供するっていう話だったら、僕の動画見てもらった方がいいんじゃないって思ったりするんだけど、まあもう大体今ね、 YouTube で何調べてもね、浅いか深いかは別として、大体で調べて出てくるもんね。これびっくりしたの、ヒルガードの心理学っていう本さ、あれさ、何百ページっていう分厚あるんだけど、あれをね、3分とかにまとめて概要をちゃんと説明している動画の人がいたもんね。ちょっと古い動画だったけど、あんなもんまとめる人いるんだと思って、なんか一生一生ちょっとまとめた動画とかやってみようかななんて思ったりもしたけど、まあ無理だなと思って断念したんで、それをね、パンとやってる、まあまあ詳しい解説書ではなかったけど、それをねちゃんとやってる人がいたんで、すっげえなーと思ったよね。なんだろう、頭にインプットして、それを概要を書き連ねて、で喋るっていうのだったら喜んでやるんですけど、なんかね、図、いやちょっと待って、下手くそ、図とかに起こして、でそれをなんか、まあ要は表にしたりとかね、図に書いたりとかっていうと、さっき言った美術とか図画工作系に近いようなことになってくると、僕も大嫌いなんで、頭にインプットして、それをそのままアウトプットするっていう方が好きっていうか得意だから、ベラ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 喋る方がいいんですよ。俺がベラ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 喋るのに必要な材料とかを用意しなくちゃいけないってなった途端に、もう動けなくなっちゃうっていう弱点があるんでね。まあそう、こんなでなんかいい方法があったら、ぜひ視聴者の皆さんの力をお借りしたいと思います。はい、ウェイ、あ、もう、あ、いけてた、ね、さっき爆発させられてたんだ。あとさ、ちょっと悩み事があります。鼻づまりが治らない。なんて言ったらいいんだろうな、決して花粉症ではないんですよ。だからもう花粉症の季節終わってるし、年中鼻づまりなんですよ。運動とかしてるときは血流が良くなるんで、その間中っていうのは全然問題ないんですけど、お約束。リボン並みにおっぱい揺れてない？でね、一個なんかその原因として考えられるのは、その鼻づまりの薬を使いすぎると血管の収縮が進みやすくなっちゃって、で短期間で鼻づまりが起こるっていうことがあるらしいんですよね。で、それを聞いてから鼻の薬どんだけ鼻が詰まってても、できるだけ僕口呼吸避けたいんですよ。口呼吸しちゃうと口中乾いて虫歯にもなりやすいし、口臭もきつくなりやすくなったりするんですよ。だからできればそういうの避けたいんですけど、残念ながらその手段が鼻が詰まってたら呼吸する手段ってもあと口しかないんで、僕エラ呼吸できないから、だからエラ呼吸できないんで、口で呼吸するしかないと。だから、なんて言ったらいいんだろう。頑張ってるんですけど、はい、これ。え？だから、できるか
限り鼻呼吸をしたいけどどうしても口で呼吸せざるを得ませんっていう感じなんでね、だから薬を刺すのを極力避けてきてるんですけど、まあ、避けてきてはいるんですが、どうしてもやっぱり、ね、本当に苦しい寝れないって時は刺しちゃうんですよね。まあ、それでもそのなんか1日その6時間おきに薬刺してくださいみたいになってるんですけど、それでもね、あのもう数日に1回、もう一時ね半年とか1年とか全く刺してなかった時期があったのに、鼻詰まりが治るどころか全然全く何も変わらなかったです。じゃあ耳鼻科行けよって話なんだけど、今本当にだから病院行く時間もね、やっぱ家族と一緒にいたらね、嫁には行ってきていいよって言うけど、なんかねちょっとね気が引けるというか行けてないんですよね。まあ行ったらいいんだけど、ね、結局行ったら解決、あっち行ったら結局解決できると思うんだけど、なかなかそのなんか行くっていう暇が、あ、行くっていうのがめんどくさいというか、近くにないんですよね耳鼻科がね。ちょっと隣町行かなきゃいけなかったりとか、チャリで行ける範囲にあったら一番いいんだけど、こういう言い訳してるから良くないんだよね、さっさと行けよって話だよね。あ、わかりました、行ってきますとか、いつか行ってきます。うん、そう、鼻詰まり大変よ。で、あともう一個考えられるのが、僕ね、そのあのおじさんで許せないのが鼻毛ちょろりなのよ。喋っててさ、鼻毛が出ててさ、なんでそこのさメンテナンスもできないやつにさ、いろいろと説教垂れられなきゃいけないのとかって思うんですね。だから鼻毛の処理をするんですよ。ところが鼻毛の処理をなんかね丁寧にやりすぎて奥の方まで全部切っちゃってるんですよね。それがもしかしたら原因なのかもしれないと思う。で、だから奥の鼻毛がちょろりすることはないから、その笑った時とか喋ったりとか力入れてる時とかに、あのこんにちはするような鼻毛だけをカットするようにして、奥の方ちょっと切らないように今後気をつけようかなっていう、こんな感じかな。それ気をつけてみて、もしその薬も使わないで解消されるってなったら、やっぱ鼻毛の切りすぎっていうのが原因なのかなって思われるんで、まあそんな風にちょっと今自分で自分の体を試している最中っていうところなんですけどね。だからそれ以外でなんか鼻詰まりの原因、だからその薬の使いすぎ、鼻毛切りすぎ以外に考えられること、僕花粉症ではないんで、花粉症以外でね考えられることがあったとしたら、こんなことがあるんじゃないってことで皆さん教えてもらえたら嬉しいですね。はい、うん、そんな感じです。いや、だから何かしらね、みんなね、あの体にね、あの異常をきたしてね苦しんでるところっていうのはあると思うんですよ、うん、正直。だからまあそういうのってさ、それをあのかつて食らっててさ解決した人とか、それからこういう解決方法があるんじゃないっていうことを教えてくれる人がいたらね、ぜひねそういうところで助けていただけたら嬉しいですよ。人間支え合いっていうのも大事ですからね。まあ私この YouTube を通して私が皆さんを支えられているかどうかっていうのは分かりませんが、後ろを振り返るとやつらがいる。意外とねこれね、走ってる、走って逃げてるはずなのに早いんだよねこいつらね。で、あ、またしぶとく生きてるんですけど、じゃあ、小銭稼いで、まだ100には全然届かないだろうな。でも50くらいいったら嬉しいんだけどね。さて、じゃあコンプリートって言ってくるおじさんがいるんですが、まあそいつらをね、あのマイクことができれば本パート終了となりますんで、最後までねまたご視聴いただきましてどうもありがとうございましたということです。まあ、あのこんな感じでゆるーくね、あのいつもあの雑談をしながらゲームやってますので、またちょっとラジオ感覚でね聞きに来ようかなって思っていただけた方は、ぜひチャンネル登録ボタンとグッドボタンを押して応援していただけたら嬉しいです。ということで、今からねアシュリーちゃんが前かがみになるんで、それを狙うために、レオンはねそっちを任せたぞっていう感じですね。このさ、なんか待ち構えてねさっさと走ってったらいいのにね。分かったわ、レディー、おい、前かがみでもうまいことに、あ、見えた見えたね。まあいい感じでね、あの2人のね初の共同作業、共同作業だな多分な。はい、ということでね、次からは補助パートに入っていきますんで、次回もお楽しみいただけたらと思います。ではお疲れ様でした。